私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。田中みな実のノーパンで寝るが話題だが、ある問題が発覚して大炎上。男性視聴者が彼女に飽き、絶滅寸前。必死すぎ、旬が過ぎてるのに頑張りすぎ。姿消気ぶりが話題になっている。専門家によると、胸の下垂は筋力の低下が原因であり、それをナイトブラでは防げないということ。確かに睡眠には締め付けのないものを選ぶことが重要だそうですが、ナイトブラは圧迫感のあるものが多いので注意が必要だそうです。さらに年齢を重ねた女性はホルモンバランスの崩れで体温調節がうまくできない恐れがあるので、ショーツを履かずにお腹周りを冷やすのは厳禁とのこと。美のカリスマとして女性の憧れの元であった田中みな実が崖っぷちに迫っています。田中はあるトーク番組で、就寝時の格好について、オーガニックコットンのゆったりしたパジャマで寝ると回答したのですが、下着については、ナイトブラはしますけど、下は履かないです、と衝撃の事実を明かしたのです。これを参考にするファンも多かったと見られていますが、ニュースサイト、週刊女性プライム、にて専門家から指摘が入ったのです。真似をすると体調を崩すリスクまで指摘されたのです。就寝時のノーパン発言は男性視聴者向けのサービスの意味合いも含まれていると思われますが、それとは裏腹に最近田中がバラエティ番組などで発している上から目線の恋愛観にドン引きする男性が続出しているほどです。芸能プロ関係者もと見ています。最近はペット禁止のカフェに愛犬を連れて行ったことで炎上したりなど、評判が落ち続けている田中。武器であった美容法や恋愛トークも信用がなくなり、行き場がなくなってしまっています。今後、巻き返すことはできるのでしょうか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。